皆さんこんにちは、渡辺美奈代です。本日も美奈代スタイルスタートしたいと思います。本日は無印良品を紹介したいと思います。大好きで使っている商品の数々を紹介していきます。無印良品を好きな人ってムジラっていうの、ムジコ無印は大好きで、用がなくても覗きに行ってしまう感じで、最近お気に入りになった商品が、ちょっとミニーちゃんごめんなさいね、このバスタオル皆さんご存知ですか？1年に1回から2回ぐらいかな、買えるんですけど、今年になってこの無印のタオル、スモールサイズっていうサイズが、ちょっと広げるね、120センチぐらいの大きさで、体一周巻いてもちゃんと前が開かないで止まる、こんな感じで、で丈もちょうどよくって、このバスタオルの厚さも、薄で中厚で、厚手って3種類あるんですよ。うちは厚手にしちゃってるんですけど、ごめんなさいね。でもこれ薄手なんですけど、なんか夏場だったら薄手でも十分な肌触り、なんか私はふかふかが好きなので、今回家族みんな全員には厚手にしちゃったんですけど、多分皆さんがお使い、どれぐらいがいいんだろうね、乾くのとかを考えると多分中厚でぐらいで十分だと思うんですけど、これがスモールサイズ。もう一回り大きい大判のバスタオルもあります。体の水分もちゃんと吸収してくれて、使い心地最高でね、なんといってもね、この金額が、これみんな一緒、あ、ちょっとずつ違ってた。そうだね、知ってたし、まずバスタオルが喋り出した、こんなにリーズナブルっていうのは、挨拶してから喋ってもらっていい？一人でやってたのに。こんにちは、梅干しくんです。梅干しくんとも言います。油揚げくんとも言います。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はシティですね。なんでプーマばっかりなの？プーマ好きなの？なんです。あ、でもこのバスタオルもお気に入りでしょ。今このバスタオルも気に入っちゃったの。すごいいいもの見つけてきたと思わない？私、なんと、だってね、この厚手で1490円。これ気づいてなかったんだけど、中厚手が990円なの。バスタオルで1000円、1000円切るってないよね。これ税込みだったよね、確か。薄手に行くとすごいよ。ハーマッチ780円90円。夏場だったらさ、薄手でよくない？だって俺言ったじゃん、洗濯物の手助けになるように、なるべくバスタオルじゃなくて、普通のタオル使ってますっていう。でもちゃんとちゃっかりバスタオル使ってるじゃん。最近ね、これ買ってから気持ちよすぎて、ちゃっかり使ってるよ。なんか大体うちは1人3枚ぐらいを目安に購入してるんですけど、子供たちが夏場朝入って部活から帰ってきて入ったり、ダンスレッスン行って帰ってきて入って、また夜入ったりするんで、1人子供たちは 3,4 枚必要だね。大人は2枚から3枚で十分だけどね。ちょっと多すぎだよ。結婚する時にさ、話したじゃん1回、私は使うたびに洗う感じだったけど、あなたは洗わないって言ったじゃん、1週間ぐらい。1週間は大げさだけど、多くて 2,3 回は洗わなくても大丈夫かなと思う。そうなの？乾かせばね。そういう家庭もあると思います。そうなの？ですよね。帰ってきた、なんか、帰ってきたっていう人がいたりとか、というよりも僕は子供たちや、あの皆さんが使った後のバスタオルでも全然平気。あ、本当？じゃあ今度からそうするね。そうして。はい、ということで、今お気に入りのバスタオル、棚とかこう見える収納をした時に同じ色の方が綺麗にね収まる。真っ白だと黄ばんだりっていうの、グレーっぽく色が変色してきちゃったら、雑巾とかにしてちょっと新しいものにしてみるっていうね。1000円切るぐらいだったら全然いいんじゃないのかなと思うね。
ね、これはでもいいの見つけた。そう、1000円台で、ありがとう。で、続いてこれね、すっごいいいの見つけたと思わない？思う。思うよね、うん、じゃーん、見えない。バスローブ。このバスローブすっごいしっかりしてるの。多分このバスタオルの厚手と同じ生地で作られていて、袖口のところもちゃんとこうタオル生地からちょっとガーゼ生地みたいになってる。ちょっとこじゃれた感じで、知ってる？バスローブほど高いものいっぱいあるの。一度ね、買おうと思ったら3万円台だったの。 そうだね、それ2枚買うのちょっとどうしようと思ったんだけど、この無印さんのバスローブ、今日買ってあるのは L サイズなんだけど、4990円なんだよ。すごくない？すごい。5000円切ったんだよ。ちゃんとフックかけられるところもついてて、これはね本当におすすめです。実はね、 M サイズもねもう予約してきたの私。でもこれちょっとね、前の形なんだって。今回は L サイズなので、もやしくんが着るんですね。なんか変な感じ。こんばんは、なしひろしです。違うでしょなんかさ、重すぎず軽すぎず、すごい、本当にいいよね。めっちゃいい。何そのポーズ。めっちゃいいよ、本当にいいでしょ、うん、なんかくるくる回ってるとすっごいいい商品に出会えるんですよね。さあ続いて、もやしくん以外の私と子供たちの枕は無印さんの枕で、羽枕で、これも1000円切って買えるんだよ。枕ってあの寝てる時ってすっごい寝汗かくって言うじゃない。子供たちのこうピロケースとかを洗濯する時、枕見ると結構この頭の周り汗かいたなっていうのがすごくよくわかるの。でもこの1000円くらいだったら、もうちょっと汚れてきたから買い替えてあげようっていう気にならない？なる。なるよね。それは洗濯できんの？字がちっちゃくて見えないけど赤い文字がいっぱい書いてあって見えないけど、さすがに羽はできないと思うよ。だから私はこれをなんかもう汚れてきたなと思ったら買い替えてる。厚さもちょうどいいの。ちょっと開けてみようかな。これどうやって開けるの？大きさも2種類あるの。これは 50cm×70cm の大きさで、比較大きいタイプの枕になるんですけど、このね厚さも、ごめんなさい開けられないから、厚さも結構、ハサミ持ってくる？はい、どうもありがとうございます。枕って重要だよね。寝不足になったりするもんね、枕が合わないと。僕はね、ちなみに、ああ硬い枕が好きなんです。石で寝てんだよね、いつも。そう、こらこらこら、石で寝ないそばから固まっちゃってたから、こんなに、こんなふかふかに、ほら ちゃんとふんわり埋もれるの。私は埋もれるのが好きで、これをみんな喋ってるからいい？これもおすすめで、もう長年これを使ってます。羽枕でした。そしてまた見つけてきちゃったの。バスマットって高いよね。高いし、取り替えるときに。取り替えたことあるの？ないけど分厚いとね、お洗濯とか大変じゃないですか。そうなの。干すところもなんか場所を取るし、なかなか乾かないしで、梅雨時とかね、雨の日が続くとちょっと大変ってなったりするじゃない。私はバスルーム、お風呂から出てきてすぐのところと洗面台のある前に、マットを敷いてるんですけど、これはお風呂上がってすぐのところに置くために購入しました。一人立ってちょうどいい感じの大きさなんですけど、これも1990円なの。なんとちゃんとしっかり厚さもあって、このシャリ感っていうのかながあって、すごく肌触りもよくってしっかりしてます。もうすでにね1枚使ったんだよね。通販番組みたいだね。あとこれはね、特別だから言ってあるかどうかは分からないんですけど、いい、お買い物しちゃったの私。 50% オフ。なんかセール商品の棚があって、そこもちょっと見てみるといいかなと思いますよ皆さん。ベッドパッドっていうんですかね、マットの上に敷くやつなんですけど、これもまたやっぱり子供たちがね、寝汗かいたりいろいろするので、こういうものを活用していくといいんじゃないかなと思います。
なんかすごいしっかりしてない？してるね。いい感じ。でしょ？なんか寝心地いい感じでしょ？これはマネーの部屋に行きます。ちょっと、俺バスローブずっと着てるんだけどさ。いいよ、それ着てて。ちょっと暑くて。じゃあ脱いで。はい。今、寝具類をご紹介しましたので、お休み前のフレグランスを買ってみました。私たち、良かったのか悪かったのか、2人とも同じようなのが好きなんだよね。柑橘系、スイートオレンジの香りが好きなんだよね。良かったのかな、同じ香りが好きだったから。そうだよ、そうだよ、もう一回言って。だから一緒に入れるんじゃん。なんか昭和の人が戻ってきたね。そうだよ。これもスイートオレンジが入ってて、ベルガモットとかも入ってて、すごく優しい香りでいい眠りにさせてくれるフレグランスなんですよ。こんな感じ。うん、甘い香りがね。いい匂い。ブレンドされてるから、ベルガモットとスイートオレンジの2つの香りがしない？ね、甘い香りがします。これをお休み前にシュッシュってベッドにやるでしょ。ピロスプレーみたいな感じ。安心して寝られるという。できます、ね、はい、素晴らしいな。続いてこれアロマストーンなんですけど、アロマストーン、これね、白とグレーがあって、アロマのオイルをここにちょっとへこんでるんですけど、10滴ぐらい垂らすとほんのりいい香りがお部屋の中にね、漂って、火とかコードとかがいらないので、ペットを飼われているお家の方でも安心してアロマを楽しみいただけるかなという。あのシンプルなので、お部屋のインテリアを邪魔しない感じですごくいいんじゃないかなと思い、我が家では3つほどあります。オイルはスイートオレンジですけどね。はい、これも枕元に置くとまたいいんじゃないかしら。そうね、もしくんのお部屋には5つぐらい必要ですね。ですよね。何がやんねんっていうじゃなくて、この匂いだったら本当に5つぐらいあってもいいね。え、うん、あ、これ匂っても匂わないんだった。まだ入れてないからね。あの、私がキッチンで使っている商品なんですけど、冷蔵庫ね、知ってる？うち野菜室にあるの。これ何しっていうの？高さが変えられる不織布です。で、ここを折り曲げていただくと高さが変えられるので、引き出しの中に入れて、タンクトップとか肌着類、靴下とかね、入れて収納することもできますし、私はここにあの玉ねぎとかお野菜、じゃがいもとかを入れて、野菜室の中の汚れ防止というか区分けをするように使っています。私はこの S サイズを2つ使ってますね。これも洗ったりできるので、ぜひお試しください。本日の最後の商品です。それお気に入りじゃない？そうだよ、これね、かぐや姫にも置いてあるの。ファイルボックスって言うんですけど、これ皆さん見かけましたよね、我が家で。キッチンにもあるし、私のバスルームにもあるんですけど、このケースと、あとファイルで斜めにカットされてるものを使っていて、ドライヤーとか入れてる、うん、その斜めにカットされてるのは、見る方向からドライヤーが見えないようにね、こっち側が見えるように。詳しくは写真でご覧ください。こんな風に使ってるんですね。で、これはこういうのもあって、キャスターも付けられる蓋なんですよ。蓋に、私のバスルームで使ってたんですけど、こうして使うと中が見えないでしょ。でも、かぐや姫で使っているケースはこのね、キャスターだけで売ってるの。キャスターをこの蓋にパチッと止めて、これを置くの、こうやって。なので、あのデスクの下に、あのみんなのね、下にこれを置いてます。あと、これだけでお手洗いとか、こうスプレーだったり、あのちょっとしたゴミ箱だったり、おトイレ洗うスポンジとかをここの上に全部乗せておけば、床を拭くときに、これをこのままキャスターついてるんで、スルスルスルって
届ければ下が拭けるので、そんな活用法もあります。キャスターもワンタッチだったから便利だよね。本当にパチッと入れるだけなの。ほら、すごいでしょ。こういうものも全部なんかサイズを揃えて合わせると見栄えも良くなりますので、ぜひ皆さん試してみてください。すごいでしょ。これもお気に入り商品でした。ということで、まだまだ無印のいい商品がたくさんあるのでご紹介したいので、第2弾もできたいと思います。なんか古くて怖いけど今日は無印の、おすすめの商品をご紹介してみました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また第2弾見てくださいね。はい、それでは皆さんさようなら。またね。